These four ladies, whom I'm going to show you now here in this video, are just one single woman, Maria Bethany, or wife of Jesus, said to have been painted independently by three painters, Michelangelo Ruti, Raffaello Santi, and Nicola Persson. I, Hiroshi Hayashi, have proven in other videos that each of the ladies here is Maria Bethany, wife of Jesus, but you can see that these four women have something in common and are connected by strange, mysterious lines. In other words, these paintings are not painted by Michelangelo Buonarroti, Raffaello Santi, or Nicola Persson, but by Cain the Christ, who knows that Maria Bethany is the wife of Jesus. It is a Cain the Christ who painted Maria Bethany in these paintings beyond time and space, or Cain the Christ, the savior of us humans. これら三人の画家、ミケランジェロ・バラノティ、ラファエロ・サンチ、それにニコラ・プスさんが描いた女性、四人の女性は、一人の女性、ベタニアのマリア、つまりイエスの妻です。それぞれがベタニアのマリアであることは、別の動画で私、林博氏が証明しましたが、これら四人の女性は、どこかに共通性を持ちながら、奇妙な線でつながっているのがわかります。つまり、これらの絵画は、ミケランジョブラノチ、ラファエロ・サンチ、ニコラ・プスさんによって描かれたものではなく、その上位の、つまり、時空を超えた神、つまり、イエスの妻がベタニアのマリアであることを知っていた、つまりは、救世主、カイン、キリストによって書かれたものである、ということになります。Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan, May the 4th, 2023. This is a painting which is said to have been painted by Raffaello Sanchio in 1514. It is a picture entitled The Ecstasy of Saint Cecilia. But is this interpretation really correct? It is commonly explained that in the center of this painting is Saint Cecilia andone of the remaining two women is described as Mary Magdalene. Is this interpretation really correct? There are also several musical instruments scattered on the ground, which are described as showing the angels of the heaven abandoning the music. But is this interpretation really correct? If these interpretations are correct, then Raffaello Sanchio, who is said to have painted this painting, was also a puppet artist of Cain Christ after 1500 years later. Raffaello Sanchio also interpreted and published this painting in these ways without knowing what this painting was.これはラファエロ・サンチオが1514年に描いた絵です。聖セシリアの放悦、あるいは聖セシリアのエクサシーと題された絵です。が、本当にこの解釈は正しいのでしょうか。この絵の中央に描かれているのが、その聖セシリア、そして残りの2人の女性のうち1人がマグダラのマリアであると説明されています。本当にこの解釈は
正しいのでしょうか。また地面にいくつかの楽器が散らかっていますが、これは天上の天使たちが音楽を放棄した様子を表したものだと説明されていますが、本当にこの解釈は正しいのでしょうか。もしこれらの解釈が正しいとするなら、この絵を描いたラファエロ・サンチオもまた1500年後のカイン・キリストの操り人形であったということになります。ラファエロ・サンチオもまたこの絵が何の絵であるかわからないまま、繰り返します、この絵が何の絵であるかわからないまま、この絵をそのように解釈して発表したということになります。広志林、浜松シティ、ジャパン。1500年前後のイタリアに降臨したカイン・キリストは、さまざまな芸術家を通してカイン・キリスト自身のメッセージを残しました。これは一応ミケランジェロ・ブラヌティが描いたと言われているカッシナの戦いの絵ですが、この中には775027という数字を残しました。ユダヤのゲマトリアで解釈すると、キリストは聖書でいうところのカインであるという意味になります。これもまたミケランジェロ・バヌーティが描いたと言われているシスティーナ礼拝堂の壁画です。最後の審判と題された壁画ですが、この中には77という数字が隠し込まれていました。77はユダヤのゲマトリアで解読するとキリストということになります。レオナルド・ダ・ヴィンチも同じような手法で、つまりはメッセージを残しています。最後の晩餐と題された絵ですけれども、中央にイエスを配置し、左右に6人ずつの人々を描いています。66、つまり66、つまり66はユダヤのゲマトリアでウェディング、婚礼、結婚式を意味します。こんな例もあります。これはアグスティノ・ヴェニチアーノの描いた絵ですけども、その中には数字で1502と書いてあります。15はイナンナ・マリアの神聖数、2002を逆に読んで20はシャマーシュ・イエスの神聖数ということになります。02イコール20、古代ヘブライ語では左右自由に読み書きできる習わしになっていました。そしてジョルジオ・ヴァザーリもこんなメッセージを残しています。この絵の中には12という数字が隠されていました。12はニンフルサグの神聖数です。つまり左に立っている女性はニンフルサグということになります。当然右下に中央に書かれている人物はエア・エンキ・プロメテウスということになります。このようにして1500年後のカイン・キリストは、さまざまな芸術家を通して自分のメッセージを書き残したということになります。つまりこれらの芸術家は皆カイン・キリストの操り人形であったということになります。そしてラファエロ・サンチオもまたその中の一人であったということになります。話をラファエロ・サンチオの聖セシリアの放謁エクサシーに戻します。聖セシリアの放謁と題された絵画です。この絵画の左から2番目の人物に注意してください。私林博士はこの人物は
呪いをかけられたベタニアのマリアであると判断しています。足を見てください。足は人間の足ではありません。三本指、鍵爪のついた三本指の足になっています。つまり呪いをかけられてこのような足にさせられたということになります。まあ、それについての証明は別のところでしましたが、ともかくも左から二人目に描かれているのはですね、ベタニアのマリアということになります。で、この人物がベタニアのマリアであるという一つの、もう一つの証拠がこの絵の中に隠されています。左から一番目の男性に注意してください。この男性は何か意味ありげに地面をじっと眺めています。楽器の方をじっと見つめています。今白い線で視線を描いてみました。そしてこの楽器をですね、男性の視点から見てそのように見えるように180度、まあ、回転させてみました。そうするとここに今度は一文字ではなくて楽器で書かれた文字が浮かんできます。 T11 という数字があることがわかります。 T11 です。つまり T-Testament 聖書11第11章という意味になるのではないでしょうか。聖書第11章ということになります。で、その聖書の一般的に第11章というときにはですね、ヨハネの福音書第11章を意味します。その聖書、つまりヨハネの福音書の第11章はラザロとマルタとそしてその妹のマリアについての内容を書いたものです。つまりシャマーシュイエスとベタニアのマリアの恋物語を書いたものだということです。そうであるかないかは皆さん自身にこれから判断していただきますが、これからそのヨハネの福音書第11章を読んでみます。皆さん自身の耳で聞いてそれがどういう内容を持つものであるかしっかりと判断してください。その停留にあるのはシャマーシュイエスとベタニアのマリアの、つまりは恋物語ということになります。日本聖書協会の翻訳文をそのまま朗読させていただきます。ラザロの死。ある病人がいた。マリアとその姉妹マルタの村ベタニアの出身でラザロと言った。このマリアは主に香油を塗り髪の毛で主の足を拭った女である。その兄弟ラザロが病気であった。姉妹たちはイエスのもとに人をやって、主よ、あなたの愛しておられる者が病気なのですと言わさせた。イエスはそれを聞いて言われた。この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるのである。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。ラザロが病気だと聞いてからもなお2日間同じところに滞在された。それから弟子たちに言われた。もう一度ユダヤに行こうと。弟子たちは言った。
ラビ、ユダヤ人たちがついこの間もあなたを石で打ち殺そうとしたのに、またそこへ行かれるのですか？と。イエスはお答えになった。昼間は12時間あるではないか。昼のうちに歩けばつまずくことはない。この世の光を見ているからだ。しかし夜歩けばつまずく。その人のうちに光がないからである。とこうお話になり、またその後言われた。私たちの友ラザロが眠っている。しかし私は彼を起こしに行く。と。弟子たちは、主よ、眠っているのであれば助かるでしょう、と言った。イエスはラザロの死について話されたのだが、弟子たちはただ眠りについて話されたものと思ったのである。そこでイエスははっきりと言われた。ラザロは死んだのだ。私がその場に居合わせなかったのはあなた方にとってよかった。あなた方が信じるようになるためである。さあ彼のところへ行こう。と。するとディディモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに、私たちも行って一緒に死のうではないか、と言った。イエスは復活と命。さてイエスが行ってご覧になると、ラザロは墓に葬られてすでに4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く15スタディオンほどのところにあった。マルタとマリアのところには多くのユダヤ人が兄弟ラザロのことで慰めに来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行ったが、マリアは家の中に座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかしあなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知しています。と。イエスがあなたの兄弟は復活すると言われると、マルタは終わりの日の復活の時に復活することは存じておりますと言った。イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。と。マルタは言った。はい主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じております。と。マルタはこう言ってから家に帰って姉妹のマリアを呼び、先生がいらしてあなたをお呼びですと耳打ちした。マリアはこれを聞くとすぐに立ち上がりイエスのもとに行った。イエスはまだ村には入らず、マルタが出迎えた場所におられた。家の中でマリアと一緒にいて慰めていたユダヤ人たちは、彼女が急に立ち上がって出ていくのを見て墓に泣きに行くのだろうと思い後を追った。マリアはイエスのおられるところに来てイエスを見るなり足元にひれ伏し、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに、と言った。イエスはマリアが泣き一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て心に憤りを覚え興奮して
言われた。どこに葬ったのかと、彼らは、主よ、来てご覧くださいと言った。イエスは涙を流された。ユダヤ人たちは、ご覧なさい、どんなにラザロを愛しておられたことかと言った。しかし中には盲人の目を開けたこの人も、ラザロが死なないようにはできなかったのかという者もいた。イエス、ラザロを生き返らせる。イエスは再び心に憤りを覚えて墓に来られた。墓は洞穴で石で塞がれていた。イエスが、その石を取り除けなさいと言われると、死んだラザロの姉妹マルタが、主よ、4日も経ってますからもう匂いますと言った。イエスは、もし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないかと言われた。人々が石を取り除けると、イエスは天を仰いで言われた。父よ、私の願いを聞き入れてくださって感謝します。私の願いをいつも聞いてくださることを私は知っています。しかし私がこう言うのは、周りにいる群衆のためです。あなたが私をお使わしになったことを彼らに信じさせるためです。こう言ってから、ラザロ、出てきなさいと大声で叫ばれた。すると死んでいた人が、手と足を布で巻かれたまま出てきた。顔は覆いで包まれていた。イエスは人々に、ほどいてやって行かせなさいと言われた。イエスを殺す計画。マリアのところに来て、イエスのなさったことを目撃したユダヤ人の多くはイエスを信じた。しかし中にはファリサイ派の人々のもとへ行き、イエスのなさったことを告げる者もいた。そこで祭司長たちとファリサイ派の人々は最高法院を招集していった。この男は多くの印を行っているが、どうすればよいか。このままにしておけば、皆が彼を信じるようになる。そしてローマ人が来て、我々の神殿も国民も滅ぼしてしまうだろう。彼らの中の一人で、その年の大祭司であったカイアファが言った。あなた方は何も分かってない。一人の人間が民の代わりに死に、国民全体が滅びないで済む方が、あなた方に好都合だとは考えないのかと。これはカイアファが自分の考えから話したのではない。その年の大祭司であったので、予言としてイエスが国民のために死ぬと言ったのである。国民のためばかりでなく、散らされている神の子たちを一つ集めるためにも死ぬと言ったのである。この日から彼らはイエスを殺そうと企むようになった。それでイエスはもはや公然とユダヤ人たちの間を歩くことはなく、そこを去り、アレノに近い地方のエフライムという町に行き、弟子たちとそこに滞在された。さて、ユダヤ人の加越祭が近づいた。多くの人が身を清めるため加越祭の前に地方からエルサレムへ登った。彼らはイエスを探し、神殿の境内で互いに言った。どう思うか、あの人はこの祭りには来ないのだろうかと。祭司長たちとファリサイ派の人々は、イエスの居所が分かれば届け出よと命令を出していた。
イエスを逮捕するためである。以上がヨハネ福音書の第11章ですが、皆さんはこの話を通してイエスとベタニアのマリアの細かい心のやり取りをお感じになることができたでしょうか。つまり普通の男女の関係ではないなかったということになります。そしてこの話はルカ伝の話へとつながっていきます。Luke chapter 10:38. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said.But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Martha, Martha, the Lord answered, You are worried and upset.About many things, but only one thing is needed. Mary had chosen what is better, and it will not be taken away from her. イエスと使徒たちは道の途中で一つの村へとやってきた。そこにマルタと呼ばれる女性がいて、イエスたち一行をドアを開けて中へ迎え入れた。マルタには一人の妹がいて、イエスの足元に座り、イエスの話に耳を傾けていたが、マルタはマルタがしなければならない準備のため心を煩わせていた。そこでマルタはイエスにこう言った。主よ、主よ、妹のマリアは私だけに全ての仕事をさせていますが、それでよいのでしょうか。マリアに行って私を手伝うように話してくださいと。それに答えてイエスは、マルタよ、マルタ、あなたは心配し多くのことをしなければならず混乱していますが、一つのことが必要です。マリアは自分にとってより良い方を選びました。そしてその一つのことをマリアから取り去ることはできませんと。広林浜松シティジャパン。 That is to say that Mary chose listening to the teachings of Jesus over helping her sister prepare food. Jesus responded that she was right.Because only one thing is needed, one thing, apparently, meaning listening to the teachings of Jesus. つまり、マリアはイエスの教えを聞くことを選び、彼女の姉のマルタが食事の用意をするのを手伝わなかったというのです。で、聖書の一般的な解釈によれば、ここで言う一つのことというのは、イエスの教えに耳を傾けることということになります。で、ここまでの結論ということになります。これはラファエロ山頂が1514年に描いた絵画です。聖セシリアの宝悦と題された絵画ですが、本当にこの解釈は正しいのでしょうかということになるわけです。中央に書かれているこの女性は、私はマルタではないかと考えています。そしてその向かって左側に立っている女性はですね、ベタニアのマリアということになります。
聖母マリア、バージンマザーたちによってですね、呪いをかけられ、足をですね、魔物の足に変えられてしまったベタニアのマリアということになります、というふうに考える方が、まあ、自然ということになるわけですけども、ラファエロ・サンチュはですね、こうした内容も知らないまま、つまりは聖セシリオの放謁と、まあ、題してこの絵を発表したということになるということになるのではないでしょうか。ということはラファエロ・サンチュもまたですね、自分ではこの絵を描いていなかったということになるわけです。つまりラファエロ・サンチュもまたですね、ミケランジョ・ブラノティ、あるいは レオナルド・ダ・ヴィンチと並んでですね、あの1500年前後に現れたカイン・キリストの操り人形であったという、まあ、可能性がぐんと高くなったというわけです。あのパブロ・ピカソもゲルニカを発表するとき、それが何の絵であるか全くわからないまま世に発表してしまったといういきさつもあります。その事実と重ね合わせて考えてみるとですね、やはりラファエロ・サンチョも、まあ、その上の神のただの操り人形ではなかったかということになります。その一つの証拠がこの聖セシリアの放謁、聖セシリアのエクサシーと題された絵画ということになると私は判断しています。これからご覧いただく動画をですね、その上に重ね合わせて考えていただくと、よりその内容を深く理解していただけるものと思います。Human history has been twisted, concocted, altered, changed and forged by historians, art critics and religious scholars at their convenience. One of the examples is this one painting. This painting is commonly referred to as the Annunciation. However, this picture is not the oneIn which Virgin Mary was announced to be conceived her pregnancy by an angel. This is a picture of a pregnant Maria Bethany being cursed by the owl witch Strix. In other words, it is not an easy to understand picture such as the Annunciation. Shama, Jesus' wife,Maria Bethany is cursed by the witch Strix, while the incarnation of Inanna Maria. The curse turns Maria Bethany into a three-toed demon's paw. However, the curse or demon's paw here is, so to speak, symbolic, and in this way, Shama, Jesus' wife,Maria Bethany was terrifiedly abused by Inanna Maria. In other words, the painting we now call the Annunciation is a symbolic expression of these facts. I will explain these facts in this video, but why did Andrea del Verrocchio and Leonardo da Vinci leave such a picture to us humans?Beyond that mystery, there is a secret message that was so serious and horrible that the history we now know could be overturned upside down. Human history is history, historian, art historian, religious scholars by彼らの都合の良いようにねじ曲げられ、捏造されてきました。その一例がこの一枚の絵画です。この絵画は一般には受胎告知と呼ばれていますが、この絵は聖母マリアが天使によって受胎を告知されている絵ではありません。妊娠したベタニアのマリアが
フクロウの魔女ストリックスによって呪いをかけられている絵です。つまり受胎告知というような分かりやすい絵ではないということです。シャマーシュイエスの妻のベタニアのマリアがイナンナ・マリアの化身である魔女ストリックスによって呪いをかけられている絵です。その呪いによってベタニアのマリアは三本指の魔物の足に変えられてしまいます。がここで言う呪いとか魔物の足というのはいわば象徴的なものですが、このようにしてシャマーシュエースの妻のベタニアのマリアはイナンナマリアによって恐ろしい虐待を受けたということになります。つまり私たちが受胎告知と呼んでいる絵画はそうした事実を象徴的に表現した絵ということになります。そのことをこの動画の中で説明しますが、なぜアンドレア・デル・ヴェロッキオやレオナルド・ダ・ヴィンチはこんな絵を描き残したのでしょうか。その謎の向こうには私たちの知っている人間の歴史がひっくり返ってしまうほど重大かつ深刻な秘密が隠されていました。広し林、浜松シティ、ジャパン。Initially, in the beginning of its history, modern Christianity was launched by Inanna Maria and Shamash Jesus. In between of them was Hillel or Enki. The proof is a sketch drawn by Agostino Veneziano. The number 1502-1520 was hidden in the sketch. Number 15 is a sacred number of Inanna Maria. 02 or 20 is a sacred number of Utu Shamash. In ancient Hebrew, you can read from both ways. Then, the two people depicted in the Agostino Veneziano's painting are Inanna Maria and Shamash Jesus. Also, what is drawn in the center looks like a dragon god, but it is not clear. Now, IHS is the acronym for the three gods Inanna, Hillel, and Shamash.That's why most of Roman Catholic popes write IHS in their coat of arms. The current Roman Catholic coat of arms is a combination of the Venus, or the coat of arms of Inanna Maria, and the Sun, or the coat of arms of Shamash Jesus.But
tragedy is that Enki was murdered by Enlil and his son Nergal. The proof is the statue of Mitra. Enlil stabbed Enki bull with a dagger on which you can see the face of Enlil, and then Nergal attacked Enki with his three pets of a scorpion, a snake, and a dog. The statue of Mitra is not that Mitra is killing the bull, but that Mitra is trying to pull out a dagger from the bull to rescue and save the life of the bull, Enki. Meanwhile, Shama Jesus fell in love with Lazarus' sister, Maria of Bethany, and eventually got married. This is expressed in a painting entitled The Last Supper, which is said to have been drawn by Leonardo da Vinci. The painting of The Last Supper depicts the 11 apostles who are surprised by the sudden announcement of their engagement. But Shama Jesus turned over to Mithraism against Inanna Maria. Inanna Maria seems she couldn't forgive it. Therefore, Inanna Maria tortured and murdered Shama Jesus. Michelangelo's sculpture, The Dying Slave and The Liberated Slave, and Firenze's Pietà show this fact. The proof is a painting entitled The Entombment, which is said to have been drawn by Michelangelo Buonarroti. Shama Jesus was killed by Judas the traitor, John the Baptist, and Inanna Maria. The woman on the far right in the painting is Maria of Bethany. Maria of Bethany's face shows her being abused. Maria Bethany was struck by deep sorrow, and the statue of Bruges Pietà expresses this situation. But at that time, Maria Bethany was pregnant. This is expressed in the painting The Annunciation, which is said to have been drawn by Leonardo da Vinci, and the painting The Arcadian Pastors by Nicola Poussin. And Maria Bethany soon gave birth to a boy. The sculpture, Virgin and Her Child, which is said to have been sculpted by Michelangelo Buonarroti, expresses this fact. Now you already know why the woman in the sculpture is wearing a mourning dress. Not surprisingly, by the way, a poor man was crucified and killed after the death of Shama Jesus, a poor man who is a replacement arranged by someone else. The proof is Antonio Campi's painting entitled The Secret of the Passion of Jesus Christ and Leonardo da Vinci's Battle of Anghiari. I, Hiroshi Hayashi, prove all of these above facts to you one by one with evidence. In addition, please don't forget that Maria Bethany named the child born to Shama Jesus Judah. He was named Judah, inheriting the name of Judah the traitor who killed her husband Shama Jesus. Yes and yes, Maria Bethany was the ultimate practitioner of love, forgive your enemies. It means that Maria Bethany is the noblest practitioner of love that we now humans are currently singing in the song
Ave Maria with the deepest respect. Toshō, 現在のキリスト教は、イナンナ・マリアとシャマーシュ・イエスによって立ち上げられました。その間にいたのがヘイレル、つまり延期ということになります。その証拠はアゴスティノのヴェネチアーノが描いたスケッチ画ということになります。そのスケッチ画の中には1502という数字が隠されていました。15、つまり15はイナンナ・マリアの神聖数です。02、反対に読んで20はウツ・シャマーシュの神聖数です。古代ヘブライ語は左右自由に読み書きする習わしになっていました。アゴスティノのヴェネチアーノの絵の中に描かれている人物は左側イナンナ・マリアと右側シャマーシュ・イエスということになります。またその中央に描かれているのは龍神のようにも見えますが、いまいち明確ではありません。その3人の神の頭文字を並べると IHS になります。ローマンカトリックの歴代の法王がその紋章の中に IHS と書き込んでいるのはそういう理由によるものです。また現在のローマンカトリックの紋章はイナンナ・マリアの金星の紋章とシャマーシュ・イエスの太陽の紋章を合体させたものです。注意深くご覧ください。が、その延期はエンリルとエンリルの息子のネルガルによって殺害されます。その証拠がミトラ像ということになります。エンリルが延期ブル、つまり延期お牛の首に短剣を突き刺し、続いてネルガルがサソリ、ヘビ、犬を使って延期を攻撃しています。そのミトラ像はミトラがお牛を殺しているのではなく、お牛を助けるためにお牛から短剣を抜こうとしている像ということになります。一方シャマーシュ・イエスはラザロの妹と恋をし、やがて結婚します。その様子を表現したのがダ・ヴィンチが描いたとされる最後の晩餐と題された絵画です。突然の婚約発表に驚いている11人の人たちの様子が描かれています。この中には裏切り者のユダの姿はありません。が、そのシャマーシュ・イエスはイナンナ・マリアにとっては敵ともいえるミトラ教に寝返ってしまいます。イナンナ・マリアはそれを許せなかったものと思われます。そこでイナンナ・マリアはシャマーシュ・イエスを虐待し殺害します。その様子を表したのがミケランジェロが彫刻したと言われている瀕死の奴隷と反抗的な奴隷と題された彫刻です。それにミケランジェロが同じく彫刻したフィレンツェのピエタ像ということになります。そしてその証拠がミケランジェロが描いたと言われている埋葬と題された絵画です。シャマーシエスは裏切り者のユダ、バプティストのヨハネ、そしてイナンナ・マリアの3人によって殺されます。なお右端に立っている女性がベタニアのマリア、マルタの妹、ラザロの妹ということになります。ベタニアのマリアの顔には虐待を受けた様子がありありと表現されています。なおついでですが、一般に受胎告知と言われているこのダ・ヴィンチの絵画は
受胎告知の絵画ではありません。右にいるベタニアのマリアが左にいる魔女ストリックスによって呪いをかけられている様子ということになります。この時ベタニアのマリアはすでに妊娠していました。ベタニアのマリアは深い悲しみに襲われますが、その様子を表現したのがブルージェのピエタ像ですが、その時ベタニアのマリアは妊娠していたということになります。その様子を表現したのが先の受胎告知、そしてニコラプスさんの描いたアルカディアの牧人たちの絵ということになります。そしてやがてベタニアのマリアは一人の男の子を設けます。その様子を表したのがミケランジェロが彫刻したと言われている聖母子像ということになります。なぜその彫刻の女性が喪服を着ているかという理由はもうこれで皆さんにも分かっていただけるものと思います。さらに当然のことながらシャマーシュ・イエスが殺された後十字架にかけられて殺されたのはシャマーシュ・イエスの哀れな替え玉ということになります。その証拠がアントニオ・カンピの書いたイエス・キリストの劇場の秘密と題された絵画とダ・ヴィンチが描いたとされるアンギャリの戦いということになります。以上の事実を私林浩司はすべて証拠を添えてこれから皆さんに一つずつ証明します。なおベタニアのマリアはシャマーシュイエスとの間に生まれた子供の名前をユダとしました。夫シャマーシュイエスを殺したユダの名前を受け継いでユダとしました。ベタニアのマリアこそが汝の敵を許せという、つまりはイエスの究極の愛の実践者であったということになります。私たち人間が現在歌曲アベマリアの中で敬愛の念を込めて歌っているそのマリアというのは、つまりは崇高な愛の実践者は、つまりはベタニアのマリアだったということになります。広志林浜松シティジャパン。Raffaello Santio left behind a very strange painting, a painting of a woman whose toes are three. Then, who is this woman? I, Hiroshi Hayashi, have judged that this woman is Maria Bethany, wife of Shamash Jesus. Then, why is this woman the wife of Shamash Jesus?And why does this woman have three toes? Behind this mystery is the darkest and deepest mystery that was so big that it overturned the whole history of present Christianity. ラファエロ・サンチオは奇妙な絵画を描き残しています。足の指が3本の女性の絵画です。で、その女性は誰かということになりますが、私林浩司はシャマーシュイエスの妻のベタニアのマリアであると判断しています。ではなぜこの女性がシャマーシュイエスの妻なのか、そしてなぜこの女性の足の指が3本なのか、この謎の向こうには現在のキリスト教史をひっくり返すほど大きな謎が隠されて
いました。広志林、浜松シティ、ジャパン。ではもう一度最初から画面を見ながら説明します。ラファエロ・サンチオです。このラファエロ・サンチオがですね、ルネサンスの時代に大変奇妙な絵を描き残しています。この絵がその絵ということになりますが、向かって左側から2番目の女性らしき人物に注意してください。そしてこの女性の足を見てください。丸い印で囲んだのがその女性の足です。消去法で足を消していくとですね、今丸で囲んだ、まあ、この足の持ち主は左から2番目の人物の足ということになります。3本指でですね、鍵爪になっています。つまり普通の人間の足ではないということになります。ではなぜこのような足をラファエロ・サンチオは描いたということになります。この足の人物は誰かということについて、以前作りました動画をそのまま紹介します。ではこの足の人物は誰かということになります。これもこの、まあ、人物も果たしてということになりますけども、ラファエロはその証拠をこの絵の中に残しました。この足の人物はこの左から二人目の人物の足ということになります。左右の人には2本ずつ足があります。つまりこの赤枠で囲った人の足ということになります。ここが今日の結論部分ということになりますから注意深くご覧ください。この三本指の足の人物はこの人物の足ということになります。そしてこの手を見てください。マラヌスの手です。シグナム・マラーノです。中指と薬指がくっついています。中指と薬指がくっついています。同じ手をミケランジェロなる芸術家を通してですね、1500年後のイエスはピエタ像の中で表現しています。このマリアの手に注意してください。マリアの手に注意してください。左右反転してみました。やはり中指と薬指がくっついています。シグナム・マラーノです。マラノの手です。つまり、左のピエタ像のこの手は、マリアの手ですから、右のラファエロの描いたこの人物も、マリアということになるのです。この人物は、マリアということになります。つまり、ラファエロも、まあ、ラファエロというよりもですね、1500年後のイエス・キリストは、ラファエロという画家を通して、まあ、この人物が、マリアであることを示しました。が、マリアといっても、ベタニアのマリア、マルタの妹のベタニアのマリア、つまりシャマーシュイエスの妻ということになります。が、もう一人、三本指の足の女性を描いた人物がいました。それがレオナルド・ダ・ヴィンチです。レオナルド・ダ・ヴィンチはこの絵の中に三本指の女性を描きました。それについてまず説明します。ラミアと並んでストリックスもまたギリシャおよびローマの民話の中ではヴァンパイア的な魔女でした。特に幼児や子供を好んで食べていましたが、時に荒野を一人で旅する孤独な人を襲って食べたとも言われています。ダ・ヴィンチは受胎告知の中で、マリアはそのストリックスであったということを表現しましたが、ラファエロ・サンチオもまた自分の絵画の中で、マリアはストリックスであったということを表現していました。広志林、浜松シティ、ジャパン。今ご覧いただいているのはですね、
マリアの下にあるものがカーペットなのか台なのかというところです。で、マリアの赤い衣服の垂れ具合からしてですね、これはカーペットであると判断しました。一見すると台のようにも見えますが、カーペットです。そのカーペットの下からはマリアの三本指の足が覗いています。注意深くご覧ください。このフクロウの置物の下ですね。その下に三本指の足が見えています。レオナルド・ダ・ヴィンチなる1500年後のイエス・キリストの操り芸術家はですね、このような形でマリアは魔女であることを示しました。三本指の足です。by 林博士の発見です。これが足ですね。一見すると4本のようにも見えますが、私は3本指の足と判断しました。下が同じくレオナルド・ダ・ヴィンチが表現した解剖図ですけども、一般にはこれは熊の足と言われていますけども、熊の足ではありません。で、もう一度この絵を見ていただきたいんですけども、この足がこのように出ていると、私はそのように判断しました。まあ、隠し絵、騙し絵の手法ですね。まあ、このような形で、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通して、1500年後のイエス・キリストは、マリアは魔女であることを示しました。つまり、マリアは、スリックスであることを示しました。が、ここでも注意しなければならないことはですね、マリアといっても、右側の人物は、ベタニアのマリアだということです。シャマーシュ・イエスの妻のベタニアのマリアだということです。で、結論を先に話しておきますと、つまりベタニアのマリア、イエスの妻のベタニアのマリアがですね、中央のいわゆる天使と言われているこの人物イコールストリックスイコール、まあ、マリアということになるわけですけれども、その聖母マリア、マダーメアリーによって呪いをかけられている絵ということになります。右の人物は一般には聖母マリアの、まあ、絵と言われ、この絵はですね、受胎告知を受けている絵というふうに説明されていますが、そうではないということです。つまり左の天使と言われている猛禽類、つまりフクロウの翼を持った魔女にですね、つまりは呪いをかけられているということになります。そして呪いをかけられたベタニアのマリアはですね、足はこのように変形させられたということになります。つまり呪いをかけられて魔女の足にさせられてしまったということになります。下は一般にはリリトと言われてますけども、現在はイナンナと言われています。足の指を見てください。三本指です。つまりストリックスは自分の姿に似せてベタニアのマリアの足に呪いをかけたということになります。こうしてラファエロ・サンチオとミケランジェロ、そしてレオナルド・ダ・ヴィンチの3人の描いた絵画がそのコンセプトにおいて一致していくということになります。それを並べてみましたので、どうかご覧ください。左上がですね、これがラファエロ・サンチオです。そしてこの絵の中に表現されている女性はシグナム・マラーノの手をしています。つまりミケランジェロのペータ像の中に表現されている、まあ、マリアと言われている人物の手と一致するわけです。そしてダ・ヴィンチなる画家はですね、受胎告知という絵画を通して三本指のやはり同じ女性、すなわちマリア、すなわちベタニアのマリアを表現したということになります。なぜ、聖母マリア、ストリックスがですね、ベタニアのマリアに呪いをかけてベタニアのマリアの足をこのような、つまりは悪魔の足にしてしまったか、つまりそこに出てくる言葉が呪いという言葉になります。つまりベタニアのマリアは呪いをかけられて三本指の足にさせられてしまったということになります。つまり
受胎告知の右側に表現されている人物は妊娠した、すでに妊娠していたベタニアのマリアを表現したものだということになります。ベタニアのマリア、つまりシャマーシュイエスの妻ということになりますが、シャマーシュイエスはですね、聖母マリアと言われているマザーメアリーたちによって殺害されますが、その時すでに、ベタニアのマリアはシャマーシュイエスの子供を身ごもっていました。ですからこの受胎告知の絵の中に表現されている右側の人物のですね、お腹はぽってりと言いますか、まあ、すでに妊娠中の女性であることを示すかのように大きくなっています。まあ、これが受胎告知の絵の本当の意味ということになるのではないでしょうか。続く動画の中でその証拠と証明を皆さんにお見せします。ともかくも受胎告知の中に描かれているこの二人の人物は、右側がシャマーシュイエスの妻のベタニアのマリア、そして左側がですね、ストリックス、まあ、猛禽類の羽を持った、もっと分かりやすく言えばフクロウの羽を持った魔女ということになります。つまりこの左の人物こそがですね、マダーメアリ、イナンナ・マリアを象徴的に表現した天使ということになります。つまり魔女ということになります。Strix, as well as Lamia, is a vampiric witch from Greek and Roman folklore. Its favorite victims are infants and small children, but it is also known to attack lone travelers who venture too far into the wilderness. Raffaello Santillo,painted Maria as Strix together with Leonardo da Vinci in his painting The Annunciation. ラミアと並んでストリックスもまたギリシャおよびローマの民話の中ではヴァンパイア的な魔女でした。特に幼児や子供を好んで食べていましたが、時に荒野を一人で旅する孤独な人を襲って食べたとも言われています。ダ・ヴィンチは受胎告知の中で、マリアはそのストリックスであったということを表現しましたが、ラファエロ・サンチオもまた自分の絵画の中で、マリアはストリックスであったということを表現していました。広瀬林、浜松市、ジャパン。
今ご覧いただいているのはですね、マリアの下にあるものがカーペットなのか台なのかというところです。で、マリアの赤い衣服の垂れ具合からしてですね、これはカーペットであると判断しました。一見すると台のようにも見えますが、カーペットです。そのカーペットの下からは、マリアの三本指の足が覗いています。注意深くご覧ください。このフクロウの置物の下ですね、その下に三本指の足が見えています。レオナルド・ダ・ヴィンチなる1500年後のイエス・キリストの操り芸術家はですね、このような形でマリアは魔女であることを示しました。三本指の足です。by 林博の発見です。これが足ですね。一見すると4本のようにも見えますが、私は3本指の足と判断しました。下が同じくレオナルド・ダ・ヴィンチが表現した解剖図ですけども、一般にはこれは熊の足と言われていますけども、熊の足ではありません。で、もう一度この絵を見ていただきたいんですけども、この足がこのように出ていると、私はそのように判断しました。まあ、隠し絵、騙し絵の手法ですね。まあ、このような形で、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通して、1500年後のイエス・キリストは、マリアは魔女であることを示しました。つまり、マリアは、ストリックスであることを示しました。で、ストリックスというのは、まあ、フクロウということになるわけですね。で、この人もですね、どうも足がおかしいということで、まあ、紹介しましたけども、はっきりしません。で、この中央にいる天使を見ていただきたいんですけども、この手がやはりおかしいんですよね。まあ、このような形で、まあ、中世の絵画の中にはですね、まあ、人間ではないような人間が描かれているということです。で、この主体告知の絵も例外ではありません。やはり、このカーペットの下からは足が覗いています。そして、この置物に注意してください。この置物も、まあ、奇妙ですよね。ということで、ラファエロの話につなげていきます。ラファエロ・サンチオもまた三本指の、まあ、奇妙な人物を描いています。これがその絵です。この絵の中には三本指の人物が描かれています。ラファエロ・サンチオはレオナルド・ダ・ヴィンチの弟子ということになります。で、そのラファエロ・サンチオの描いたこの部分に、絵のこの部分に注意してください。足が描かれています。この足もやはり三本指で、そしてその先に爪があるのがわかります。まあ、ここがですね、今日のポイントですから、注意深くご覧ください。三本指ですね。で、この指について検証してみます。これがラファエロの描いた三本指の足です。で、先ほど紹介しました、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる受胎告知の中に描かれている三本指の足と比較してみてください。大変よく似ているのがわかります。この絨毯の下、置物の下ですね。ここにその指が描かれています。で、こうして並べてみるとですね、まあ、大変よく似ているということになります。まあ、それも当然ですよね。ラファエロも、レオナルド・ダ・ヴィンチも、そしてミケランジェロも、皆、1500年後のイエス・キリストの、つまりは、操り人形でした。まあ、1500年後のイエス・キリストは、こうした操り人形芸術家を通して、自分の、まあ、アイデンティティ、並びにアジェンダを私たち人間に示したということになります。下はですね、以前はリリトと言われていましたけれども、一般説ではイシュタールに落ち着いています。そのイシュタールもですね、やはり三本指である点に注意してください。
まあ、魔女中の魔女ってことになるわけですね。で、三本指です。で、この三本指と大変よく似ているという点に注意してください。すなわち、このような形で、ラファエロ、あるいはレオナルド・ダ・ヴィンチを通して、マリアは魔女であることを示したってことになります。左がイナンナ・イシュタールということになります。右が受胎告知の絵ですね。まあ、このような形で、1500年後のイエスは自分の姿勢を鮮明に、まあ私たち人間に示したということになります。で、この置物に注意していただきたいんですけども、フクロウのようですね。そして左の絵に注意してください。これはフクロウでも耳がありません。耳のないフクロウです。耳のないフクロウ、すなわちスリックスということになります。まあ、ローマ時代には、まあ魔女のいわゆるまあ象徴的な動物として表現されていました。耳房のないフクロウ、つまりスリックスということになります。そのフクロウ、スリックスと置物は酷似しています。つまりこのような形で、1500年後のイエスは、ここに描かれている、まあ、人物はですね、スリックスであることを示しました。そのストリックスについて簡単におさらいしておきたいと思います。先ほども言いましたように、まあ、ヴァンパイアなんですね。特に、まあ、子供や幼児を好んで食べたということです。ストリックスとラミアは二大化け物のことであり、まあ、魔女を意味すると。そして、ストリックスはヴァンパイアを意味し、特に幼児や子供を好むと。また荒野に入り込んだ孤独な旅人を好んで食べたとあります。シカゴユニバーシティのホームページです。で、ここが重要ですけども、ダ・ヴィンチは1たす1の手法でこの2人を合わせてストリックスであることを示しています。まあ、この赤い丸で囲んだ部分ですね。これは猛禽類の翼です。そして右下に三本指の足が描かれています。1たす1は1、1ですね。つまりこの二人を通してマリアはストリックスであることを示しました。岩窟の聖母の中ではですね、1たす1を通してラミアであることを示しました。つまり、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチの画家を通してですね、1500年後のイエスは、まあ、マリアはストリックスであり、ラミアであることを示したということになります。まあ、今日は、その、ラミア説については、割愛させていただきます。ともかくも、受胎告知の中で、二人合わせて一人の、魔女、すなわち、ストリックスであることを示したということになります。では、この足の人物は誰かということになります。これも、この、まあ、人物も、果たしてということになりますけども、ラファエロはその証拠をこの絵の中に残しました。この足の人物は、この左から二人目の人物の足ということになります。左右の人には二本ずつ足があります。つまりこの赤枠で囲った人の足ということになります。ここが今日の結論部分ということになりますから注意深くご覧ください。この三本指の足の人物は、この人物の足ということになります。そしてこの手を見てください。マラヌスの手です。シグナム・マラーノです。中指と薬指がくっついています。中指と薬指がくっついています。同じ手をミケランジェロなる芸術家を通してですね、1500年後のイエスはピエタ像の中で表現しています。このマリアの手に注意してください。マリアの手に注意してください。左右反転してみました。やはり中指と薬指がくっついています。シグナム・マラーノです。マラノの手です。つまり、左のピエタ像のこの手はマリアの手ですから、右のラファエロの描いたこの人物もマリアということになるのです。この人物はマリアということになります。つまり、ラファエロも
まあ、ラファエロというよりもですね、1500年後のイエス・キリストは、ラファエロという画家を通して、まあ、この人物がマリアであることを示しました。もともとそれら芸術家の上に立つ1500年後のイエス・キリストの作品ですから、このようにアジェンダが一致していたとしても何らおかしくないということになります。もう一度、以前作りました動画を皆さんに確認のためにご覧いただきます。これは997号で発表した動画です。ここにある置物は何かということですね。まあ、一見すると、まあ、フクロウのように見えますが、よく見ると、やはりフクロウのように見えます。まあ、フクロウなんですね。まあ、このような形で、1500年後のイエスは、ここに描かれているのはフクロウなんだよということを示しました。そしてその置物の下にですね、3本指の足が覗いています。フクロウと魔女とは大変仲が良かったようですね。ハリー・ポッターの中でもフクロウがあちこちに出てきます。ともかくもフクロウですよね。で、左のこの、まあ、いわゆる天使と言われている人の背中を見ていただきたいんですけども、この翼は猛禽類の翼です。まあ、いわゆる、まあ、肉食性の動物、まあ、鳥のですね、翼ということになります。まあ、その代表格が言うまでもなく、フクロウということになります。翼をしっかりと見てください。フクロウですね。まあ、猛禽類の中でも、フクロウの羽そのものであるということです。つまり、まあ、これも一つの隠し絵ということになるわけですけども、ここに描かれているのは、ストリックスであることを示しています。で、ローマ人はフクロウをストリックスと呼んだ。魔女を意味したということです。そして相手をじーっと凝視する目を持つ目の女神としても知られていました。ですからこの左の天使の目は相手をじーっと睨んでますね。じーっと睨んでいる点に注意してください。つまり、受胎告知の中に描かれている人物は、1たす1イコール1の原則で、つまり、ストリックスであることを示していました。The Effigy Gallery's official website writes about the angel in the middle of Leonardo's painting, The Annunciation, as follows. Archangel Gabriel kneels before the Virgin, proffering a lily. The Virgin responds from a dignified seat behind a lectern at which she was reading. The traditional religious theme has been set by Leonardo in an earthly natural setting. However, my interpretation of this painting is completely different. The person in the center is not the Archangel Gabriel, but the owl witch Strix, and I, Hiroshi Hayashi, judge that the Strix witch cursing Mary of Bethany, who is already pregnant, or Mary of Bethany, wife of Shamash Jesus. ダヴィンチの書いた受胎告知の中央に書かれている天使について、ウフィジ・ギャラリーの公式サイトは次のように説明しています。ここに書かれているのは、聖母に百合の花を献上している大天使のガブリエルである。聖母は読書台の後ろにある威厳ある椅子からそれに応えている。ダ・ヴィンチは受胎告知という伝統的なテーマをごく自然な形で表現していると。
私のこの絵の解釈は全く違ったものです。中央の人物は大天使のガブリエルではなく、フクロウの魔女ストリックスであり、この絵は右の身重になったベタニアのマリア、つまりシャマーシュイエスの妻に悪魔の呪い、悪魔の呪いをかけているところと私は判断しています。広瀬林、ハメマシティ、ジャパン。ローマ時代に最も恐れられた魔女、それがフクロウの姿をしたストリックスです。このストリックスの特徴は、餌となる人間をじーっと凝視して、一般には死の呪いをかけて相手を殺して、そして食べる、あるいは食べたと言われています。あくまでも神話上の魔女ということになりますが、これがストリックスです。そのストリックスをレオナルド・ダ・ヴィンチはですね、受胎告知の絵の中央に描いていました。次に、あのウォルト